大学1年生になる皆さん、こんにちは。ベネッセアイキャリアの山崎俊樹です。同じく上村明子です。私たちは学ぶと働くをつなぐの企業理念のもと、大学生のご支援を行っています。皆さん、入学おめでとうございます。大学生活を思いっきり楽しんでくださいねと言いたいところですが、卒業式も中止、入学式も中止、まだ大学生活は始まらないし、なぜよりによって自分たちが、そんな声が聞こえてくるような気がします。でも大学が始まるまでのこの時間を空白にしてしまったらもったいないじゃないですか。これまでの1年生よりたっぷり準備時間があるという見方もできますよね。そうですね。入学後は慌ただしくて不安なまま授業が始まってしまった記憶があります。準備がきちんとできていたら大学生活のスタートダッシュが切れるはず。逆境を乗り越えた今年の1年生は違うなって言われたいですよね。そこで私たちがご用意したのが、みんなのオリエンテーション。これまでの先輩たちの不安に感じていたポイントを厳選してお届けします。コンテンツ1から3ではスムーズに大学生活を始めるコツをまとめました。早く友達を作り、職員の方や先生方としっかりコミュニケーションを取ること、自分から情報を取りに行く、質問に行く、今年の1年生は特に自主性の発揮が重要です。コンテンツ4から5は重要な大学生の学びについて、履修登録の期間で十分に考えたり相談したりする時間が取れないかもしれません。シラバスの読み方や履修計画を立てるポイントなど、今からできることをまとめました。高校までの勉強とは違う学問への期待を膨らませましょう。授業開始時期変更に伴い、授業外の学習としてレポート作成などの課題が例年より重要になるでしょう。コンテンツ6から7は授業の受け方やレポートの書き方などすぐに必要となる大学生のスタディースキルをまとめました。コンテンツ8から10は大学生としてのキャリアデザイン、先が見えない不安を感じている皆さんにこそ将来に向けて明るい展望を描いてほしい、そのための方法とお宝キーワードキャリアオーナーシップをご紹介します。スマホでパソコンでぜひ読んでみてくださいね。そして最後に私たちからのメッセージ。 One today is worth two tomorrow。 今日という一日は明日の2倍の価値がある、アメリカ合衆国建国の父ベンジャミン・フランクリンの名言と言われています。私たちも今できることから始めましょう。始めよう。今からみんなのオリエンテーション。